い、そしたら今、P の、ゲストハウス、ゲストハウスかな、モーテルに着きましたので、ちょっと簡単に部屋を見てみたいと思います。まず、出入り口は、まあ、鍵ちゃんとあって、こう上も鍵はめれるようになっているので、まあ、安心ですね。一応、まあ、こんな感じで、こう、デスクとかもあって、うん、まあ、なんか、パソコンとかで作業される方はいいかなと思います。ね、電気もこんな感じであります。そして、まあ、ゴミ箱、椅子、で、冷蔵庫、テレビもありますね。ハンガー。で、冷蔵庫が開けてみたんですけども、中になんか入ってるんですよね。だからこれはもう多分別途料金だと思うので、まあ自分で何かしら買ってきた方がいいのかなって思いますね。で、一応まあ一人なんですけど、なんかベッドが2つあります。ツインルームですね。で、まあエアコンもちゃんとついてます。まあ、入ってきた時に部屋もキンキンに冷えてました。なんで今ちょっと消してます。で、あとは枕元の電気もこんな感じであります。あとは何だろう。まあティッシュがあったり、灰皿があったり、まあ、なぜかビールジョッキがあります。あとまあ電話とか電話帳ですかね。で、ベッドはどうだろう。ちょっと硬いですね。もう本当マットレスがすごい、まあ、見てもらったらわかると思うんですけど、薄いので、ちょっと寝心地はどうなんだろう。ちょっと硬いかなっていう感じですね。でもまあ、3日だけなんで、そこまで気にしないです。そしたら、あとは、バスルーム見てみましょうかね。バスルーム用の草履がありまして、まあ、こんな感じですね。まあ、ちゃんとお湯が出ることを祈ります。ちょっと後で確認しますね。で、あと、トイレ。トイレットペーパー。ちょっと右寄りの三角寄りがしてありますけど、まあ一人なんで全然問題ないです。で、タオルもちゃんとついてます。一応まあ二人部屋なので、もともと二つついてますね。で、あとはまあこの辺とか全然期待してなかったんですけど、シャンプーで石鹸ですね。で、あとこれなんだろう、歯ブラシかな。歯ブラシっぽいですね。あとはシャワーキャップ、まあ、これは僕は必要ないです、まあ、こんな感じでちょっと一式、まあ、ついてるとは思ってなかったので、まあ、ちょっと助かりますね。シャンプーとかちょっと持ってきてしまったんですけど、助かります。そしたら、なんかシャワーが2つあるんだけど、どっちを使ったらいいのかな。ちょっと怖いな。一旦出ます。一旦出て、靴を脱いで、ちょっと裸足で向かいましょう。さあ、どっちがいいですか？どっち行ってみようかな。じゃあ、なんとなく、青で。で、ひねった時に黒から出てきたらアホですよね。でも、青なので、いや、でも青はこっちに繋がってんのか。水用かな？で、この給湯器につながってるのが、このグレーの方なんで、グレーを出してみる。これで、ひねればいいのか。ちょっと怖いな。携帯持ちながら怖いんで、ちょっと一旦携帯置きます。はい、では先ほどの続きで、こっちですね。まあ、黒って言いましたけど、こうグレーのシャワーの方は、これをひねる。よっしゃ、出た。で、ちゃんとお湯出てます。もうあったかいぐらい、熱いぐらい、いい感じです。
で水温も全然僕こんなんで問題ないです。はい、全然問題ないですね。よし、これでシャワーも大丈夫。はい、部屋はまあざっとこんな感じですね。テレビ、まあテレビも別に何が映るんだろう。でもアニメとか、これ日本のアニメかな。Yes or No Show、 なんかはい、飛ばし、なんか映画とかあればいいんですけどね。あ、これいいな。ファーマーチャンネル、すげえ。スポーツ、ああちょっとぽっちゃりすぎですね。この指導者かな、これ。ああでもなんかよくわかんないですけど、チャンネルめっちゃありますね。料理チャンネル、またチャンネル7だ。まあいいや。はい、それではちょっと明るいうちに外に行ってみたいと思います。で、建物的に言ったらそこまで新しい感じじゃないですね。こんな感じで、まあ、ちょっと作り的には古い建物ですね。ほんとまあ中級よりちょっと中の下ぐらいな感じです。で、あと朝ごはんはここって言われましたね。はい、ここなのかな、本当に。そしたら下に降りていきます。で、部屋はクーラーガンガン効いてたんですけど、このホテルの中自体は全然冷房効いてないですね。